フェンダーのツインリバーブの、シミュレーターらしいんですね。で、これね、まあどうかな、最初から説明すると、ボードにエフェクターがね、6個。1、2、3、4、5、6個。6個並んでるって思えばいいんですよ。で、これが今ね、だから今は、リバーブは入れてあるけど、アコースティックシミュレーターだけってことね。まあこんな感じだね。ミドル、ね、バスってこう、ね、トーンをいじれると。で、次を送ると、今度はなんかいろいろ書いてあるね。キャビネットの、こう、どういうタイプを選ぶかとかね。まあその辺の設定ができると、こう順番に押すとね、切り替わるっていうだけでね、ものすごい簡単なんですよ。本当にアンプとして、設定できるからね。はい、どうもこんにちは。今回はですね、この今左側に映ってます、Zoom のね、MS50G、っていうね、小型の、小型っていうか、まあ、コンパクトサイズのね、マルチエフェクターなんですけど、MS50G。これね、人気あるんですよ。うん。まあ、本当に最近出たね、モデルでも何でもないんだけども、昔からある、古いエフェクターなんだけど、まあ、完成度が高いからね、未だに売れてるんですよね、これね。これ、プロの方でも使ってる人いるんですよね。で、まあ、ゴーゴーエレキっていうね、サイトをもう20年ぐらいやってるんですよ。まあ、いつものね、AKN5 とは別に、ゴーゴーエレキっていうのを昔からやっててね。で、そっちの方のね、もう昔から の常連さんがいて、まあ、年齢は僕と近い人なんだけど、いつもね、僕がサイトの中でね、紹介したりとか、まあ、このゴーゴーアックンでねレビューしたりするのを参考にして、いただけてるみたいなんですけど、でその方がね、先日ちょっとメールをくださって、でこの MS50G ね、これ前からなんかね気になってたらしいんですよ。だけどなんか買ってなかったと、今までね。うん、まあ小型だからね、まあ普通の、こう、なんていうのかな。大きいやつと違って、なんか設定がめんどくさそうに感じたらしいんですよ。うん。で、まあ、買うのを躊躇してたらしくて、今に至ったらしいんですけど、で、僕が、前回ね、ゴールドのやつ買いましたっていうね、これ、ちょっと登場させたでしょ。うん。で、ゴーゴーアクンさんも持ってたんですねっていうお話でね、まあそのメールがね、で、もしよかったら、簡単でいいから、ちょっと、使い方、教えてくださいっていうね、ちょっとお便りをいただきまして、で、今日ね、ま、この動画を見てね、ま、使えそうだなって思ったら、なんか、買うらしいんですよ。うん。だから結構責任重大だなと思ってね。で、まあ、なんていうかな、単刀直入に言うと、こういう小型は小型で持ち運びは便利だけど、やっぱり面倒なところもある。特にこの 50G はね、ちょっと面倒かなっていうところもあるよ。あるけど、まあそんな複雑な設定をするんじゃなかったら、まあ僕が普段使ってるみたいな使い方ならね、全然簡単なんですよ。うん。で、僕はもうこいつをね、結構使ってた時は、もう本当アンプシミュレーターとして、使ってましたから、で、今の設定もね、本当にアンプシミュレーターの、に、リバーブとかディレイとかトレモロを設定してあるだけなんですよ。まあ、あとめんどくさいことはもうやらないし、単体でなんかのエフェクターをちょっと使いたいなっていう時にその設定にするだけで、組み合わせてどうのってことは、あんまり、ガンガン使ってた時もやってなかったんですよ。うん。ものすごい単純な使い方をしてたんですけど、まあ、それでよかったら説明しますよっていうお話をしたんですよ。でね、これね、今ね、これ FD コンボって書いて、これね、
フェンダーのツインリバーブの、シミュレーターらしいんですね。で、これね、まあどうかな、最初から説明すると、ボードにエフェクターがね、6個。1、2、3、4、5、6個。6個並んでるって思えばいいんですよ。で、これが今ね、出口側の一番左が、シミュレーターを入れてるんですけど、まあなんで一番左側の出口側にしてるかっていうと、パンドラね、パンドラストンプと違って、こいつ自体に、アウトレベルがね、ついてないんですよ。うん。だからまあ、このアンプシミュレーターを一番最後につないで、まあ、こいつでボリュームとかトーンを全部、ここで主導権を握るっていう感じで一番最後にしてあるんですよ。で、これね、今繋いであるのはね、ヤマハの AG06 ね、あれにダイレクトにね、ラインで入れてあるだけなんです。これもしオフにするとね、もう普通の、普通の素のインターフェースの音ですよね。何の色気もない。で、シミュレーターね、このツインリバーブのシミュレーターを入れた音が、ね。いいでしょ?で、僕が次に、スプリングリバーブね、今オフになってんだけど、これ順番にね、こう、送っていくんですよ、こうやって。まあ、これボードの上だと思ってね。うん。で、一番右側にこれ、まあ、アコシミが入れてあるんだけど、まあ、これは、使うときだけ入れるんだけど、で、2番目がね、コンプレッサー。ね。で、3番目にトレモロー。で、アナログディレイね。まあ、ここに出てくるね、絵柄を見ればね、どのエフェクターをシミュレートしてるんだなってすぐわかるような絵なんですよ、出てくるのがね。うん。これがね、スプリングリバーブね。で、今の、で、このね、アンプね、これ、設定をどういう風にするかっていうと、この、つまみね、これがコントローラーなんだけど、これ1個でもね、回すとね、この画面になりますから。うん、で、ゲイン、ね、ゲイン、このチューブって書いてあるね、チューブとレベル。で、この右側のやつ、これページなんだけど、ページを押すと、この上のね、1、2、3っていうページがあるでしょ。これはね、送っていくんですよ。で、次は、2番目のページは、トレブル、ミドル、ね、バスってこう、ね、トーンをいじれると。で、次を送ると、今度はなんかいろいろ書いてあるね、キャビネットの、こう、どういうタイプを選ぶかとかね、まあその辺の設定ができると、こう順番に押すとね、切り替わるっていうだけでね、ものすごい簡単なんですよ。本当にアンプとして、設定できるからね。で、じゃあこいつの手前に繋いだスプリングリバーブね、これ今オフなんで、これね、赤ついてないでしょ?オフ。送ってった時に、この赤がついてない時はね、オフってことなんですよ。で、これに、スプリングリバーブを入れると。ね。で、これもね、まあ、回すと、ディケイにトーンにミックスね。で、もう一回押すと、ドロップ D、レベル、テイル。まあ、その辺ね、よくある、リバーブの設定なんだけど、まあ、この辺はね、見れば多分、わかると思いますよ、設定はね。で、ディレイね、ちょっと送るね、もう一個。手前はアナログディレイね。これも同じです。フィードバックとかね、タイムとか、そのミックスとかね、全部、普通のディレイの、ね、普通の単体のディレイの設定とね、同じような感じになってますね。で、これが、トレモロ、これね、ね、トレモロでしょ?で、オフだと、オンだと、
はい、こんな感じね、トレモロ。で、これはね、出口が、入り口側にね、コンプレッサーをね、一応設定したんで、まあ普段はこう、切ってるんだけど、入れるとね、これを、ちょっと、コンプを入れると、トレモロ切ってやるかな。もう一回やるね。オフだと、コンプ入れると、うん、ちょっと締まり。まあ、軽くかけてあるだけだからね。で、入り口側にね、アコシュミを入れてあるんだけど、ちょっと、このまま、どうしようかな。リバーブがかかってるな。じゃあね、ものすごい邪道なんだけど、ツインリバーブに突っ込んであるという設定だよね。一番左側がツインリバーブの設定だからね。それにアコースティックシミュレーターを入れると、ちょっと下が重すぎかな。ちょっと切ってみるかな。じゃあね、ツインリバーブをオフ。だから今は、リバーブは入れてあるけど、コンプもいらないな。アコースティックシミュレーターだけってことね。まあこんな感じだね。こんな感じね。結構ね、まあ、これもね、設定で変わるんだけど、まあ、普通のね、トップだとか、ボディだとかね、全体の音量とかね、これも、普通によくあるアコーシュミと同じような感じでね、ボディなりをどのくらいに持っておくかとかね、その辺の設定はできるんだけど、こいつのね、いいのはね、結構嫌味がないんですよね。ね。普通アコースティックシミュレーターって、まあ、細かく設定できるけど、ちょっと耳につく、ハイが耳につくなっていうところがね、よくあるんだけど、結構素直なんですよね。ね。空間系のね、エフェクターね、このズームに入ってるやつはね、結構嫌味がないですよ、全体的に。で、まあ、この、アコシミじゃなくてもね、この、さっきの、トレモロもね、聞いてさっきのでわかると思うんだけど、まあ、ちょっとツインリバーブだけ入れ、ちょっとツインリバーブだけ入れるね。で、トレモロも、これ聞いてもらってわかると思うんだけど、これオフだと、で、作り、出来の悪いトレモロだと、そのままかけるとね、かなりガツンと音痩せしちゃうトレモロって結構あるんだけど、こいつはね、あんまりね、音痩せしないんですよ。まあ、それは設定にもよるんだけど、だからもう、なんていうかな、下手な、トレモロを買うよりね、こいつを買ってトレモロとして使った方がね、結構使えるんじゃないかな。まあ、そんな感じで、単体のエフェクターをね、擬似的にこいつでシミュレートして、使うっていう使い方が、まあ、一般的な、使い方っていうのが単体でね、今日はトレモロにしたけど、明日はコーラスとして使おうとか、リバーブとして使おうとかね、単体のエフェクター、今、ちょっと6個つないでね、それぞれを切ったり入れたりしてんだけど、そういうね、単体の使い方ね、今、コンプレッサーね。ト
これもろ入っちゃったな。これもろ切って、この辺ね、コンプも癖がなくてね、もう好きですね。この辺ね。で、ディレイ。結構、なんていうかな、中域の音がね、痩せないんですよね。チューナーがね、これ長押しするとね、チューナーになりますから。例えば、A だと、あ、かなり狂ってんね、やっぱり。うん、こんな感じでね。長押しすると、チューナー。で、厳密に言うとね、精度はあんまり、高い方じゃないですね。結構ラフかなっていう。まあでも普通にチューナーと、普通のチューナーとしてはね、全然問題ないレベルだけど、まあちょっと甘いかなっていう感じはしますけどね。まあ単体の、ある程度金額するね、ちゃんとしたチューナーよりはちょっと落ちるかなって、ね、思いますけど。で、今ね、ツインリバーブって言ったでしょ。これね、上、またこう、上に送ったり下に送ったりね。デラリバね、これ。まあ、これがデラリバって言われやデラリバで。まあ、設定にもよるけどね。このね、出てくる表示の位置がこのつまみなんですよ。まあ、これね、今、ゲインを絞ると。なんていうかな、ツインリバーブより結構早めに、こう、ピークが来るようなね、つぶれが早めに来る感じは、デラリバーっぽいなんて感じはしますけどね。で、次が、トレブル、ミドル、バスね。で、プレスト、まあ、これさっき言ったな、キャベツ一緒だね。で、これがね、デラリバー。デラリバーね。で、次が、ユースブルース。あ、これ多分、あ、これベースマンだろうな。多分ベースマンじゃないかな。ちょっと歪ませると。そうだね。中低域にガーッと集中してるからね。これ多分ベースマンですね。はい。で、次が。あ、これは絵から見て、あれだね。ボックスだね、これ。あ、ボックスだな、これ。これは多分 AC30 とかその辺じゃないかな。ちょっと原因を絞って。この辺はね、設定でかなり変わりますからね。まあ、コリコリした感じだから、これは絵からしても、ボックスですね。AC30 とか15とかその辺の、あれですね。ね。はい。で、これは何かなって言ったら、これはわかんねえな。あ、これは、ちょっと一個飛ばすね。これMS159。これはマーシャルだな、完全にな。
あ、マーシャルですね。これはマーシャルですよ。ゲインを上げて、レベルを、ちょっと今ね、ゲインフルでね、レベルだけ下げて。マーシャルっぽいっぽいだよね。まあ、細かくね、設定すればかなり寄せれると思うんですけど、うん。まあ、僕はもう、普段は、もうこれです。この辺の音が好きだな、やっぱり。だから、もちろんね、普通の、まあ、これはアンプシミュレーター、としてね、今、ディレイも入れちゃおうかな。だから今、ディレイと、リバーブと、ね、ツインリバーブの設定で、まあほとんどこれをアンプとしてね。で、これ今繋いでるけど、手前にね、オーバードライブを、まあもしかますと。まあこの辺は、ちょっとディレイだけ切るかな。レベルが、まあオーバードライブだけはこだわって普段使ってるやつを使いたいよっていうね。まあ本当にこれをね、エフェクターじゃなくて、まあアンプシミュレーターとして考えてね、僕はだけどね。まあそういう使い方と、単純にこれを、シミュレーターを切って、リバーブだけね。リバーブとディレイ。これ普通のオーディオインターフェースに今ね、これを、オーバードライブと、ディレイを繋いだだけだからね、ものすごい、安い音だよね。まあ、これに、インターフェースの方のアンプシミュレーターを入れると、多少、それっぽくなるわね。これはさっきの、ツインリバーブの設定じゃなくて、ディレイとリバーブプラスオーディ3の音をインターフェースに送って、インターフェースの方のアンプシミュレーターを聞かせてある。うん、こんな感じね。じゃあシミュレーターを切って、でこっちのこいつの、ツインリバーブシミュレーターだと、これ今ズームの、あ、デラリバだな、これ。デラリバじゃないと僕は、ツインリバーブです。うん、やっぱね、こっちのズームのやつの方がね、温かみがあるんですよね。うん、音にね、ものすごくアナログ感があるんですよ。あの、インターフェースの方のね、シミュレーターより、こいつの方が、普通のアンプっぽい感じでね。
こんな感じですね。まあ、大まかな設定はね、それで、この真ん中ね、この今、はしごみたいな絵が描いてある、これを押すとね、今のパッチをね、設定できるんだけど、登録ね。で、僕はこれ今、1番っていうのにね、あっくん01って入れたんだけど、これが、A っていうね。で、B がね、B がもうこの辺に、マーシャル系をね、入れてあるんですよ。まあ、だいたいこの2つですからね、マーシャル系の設定と、さっきのね、ツインリバーブ。まあ、この二つを、三つね、ABC だったかな。設定できるんだけど、これは、僕は A、A が、ツインリバーブね、B がマーシャルに、のエフェクターのセットでね、このパッチを設定したんだけど、で、このね、メモリーっていう画面にしておいて、このはしごのマークを押してね、この画面を出した状態で、押すと、今ね、イブ、マーシャルの設定した音になってて、もう一回押すと A ね。ツインリバーブ。うん。こんな感じで、押すたびにね、A になったり B になったり、切り替えられると。うん。さっきのね、メモリー、この画面に出して、こいつをね、踏むたびに A と B が切り替わると。あと C もあったかな。僕は A と B だけにしてあるんだけど。まあそういう使い方ができると。で、さっきやった長押しすると、こう。ね。ごめんね。ちょっと弦変えたばっかでチューニング狂っちゃってね。こんな感じでね。チューナーとして働くわけです。うん。だから、まあ単体のエフェクターとして考えるか、そのパッチを、あれ、設定してね、登録して、自分の欲しい音を瞬時に出したいっていう使い方と、まあ、いろいろできると。うん。まあ、今ね、現状で普通にボードが組んである人で、新しく、なんかのエフェクターを追加したいなっていう時は、まあ、とりあえずこいつでシミュレートしてみてね。使うのがね、いいんじゃないかなと思いますよ。うん。で、僕はもう普段は何回も言うけど、リバーブと、ね。まあこれマーシャルがピーピーうるせえな、やっぱり。うん。こんな感じでね。ツインリバーブの、アンプのツインリバーブの設定と、スプリングリバーブと、で、使うときには、ディレイをね。あと、トレモロね。で、アコシュミのときは、まあ、後ろ側はね、ほとんど切るんだけど、まあ、いいわね。さっきのメモリーにアコースティックシミュレーターの、まあ、ここへグライコをね、前後に繋いでみたりとか、ブースター入れてみたり、アコースティックの設定にしておいて、メモリーしてね、取り出すっていうこともね、簡単にできますからね。で、こんな感じでコンプね。うん、こんな感じで、それっぽく、うん、音をね、近づけることができる。うん。まあ、これをね、バンドで実践で使うんだったら、単体で使う方がね、単体のエフェクターね、として設定する使い方のがね、いいと思います。ただ、僕がね、今使ってる、よくね、動画でも使ってる、コルグのパンドラより、もっとこっちの方が、ズームの方がね、アナログっぽい、音がね、太い。で、インターフェースにつなぐ使い方だけだったらね、パンドラの方が使いやすいと思うんだけど、まあ、実践のね、ギターアンプにつないで、
エフェクターとしてね、アンプシミュレーターとして使うんだったら、こっちの方がね、全然いいですね。音はね、ズームの、こっちの50の方がね、いいと思います。ただ、最初にも言ったけど、こっち単体でのね、ストロークレベルのコントロールがね、ついてないからね。で、まあ、最終段にアンプシミュレーターを入れて、そこでコントロールしてるっていう使い方をしてますけど、うん、まあ、もしこいつがね、今後モデルチェンジ品とかなんかが出るとしたら、まあ、この辺にちょっとアウトプットレベルなんかね、つけてくれると、ありがたいなとは思いますけどね、うん。それ以外はね、あんまり文句つけるとこ、ないですね、このエフェクターはね。値段も、これで8000円ぐらいですからね。はい、そういうことで、かなりね、簡単に説明しちゃいましたけど、まあ、こんな感じでね、価格の割にはね、かなり、完成度の高いマルチなんじゃないかなってね、個人的には思いますけどね。まあ、よかったらね、チャレンジしてみるといいと思いますよ。はい、Zoom の MS50G のお話でした。